ヒューズ TH-55 ヒューズ TH-55 オセージ TH-55 オセージはアメリカ陸軍向けにヒューズ航空機で製造されたレシプロエンジンを搭載した小型練習ヘリコプターである。本機は小型多用途ヘリコプターのモデル269系としても製造され、この中のいくつかはモデル300として販売された。 モデル 300C は1983年以降、シュワイザーエアクラフト社で生産及びさらなる開発が行われた。1955年にヒューズツールカンパニー、航空機部が市場調査を行った。結果、低運航費、軽量、2座席ヘリコプターの需要が存在することが分かった。 航空機部は1955年9月にモデル269の製造を始めた。当初の設計では、全面ガラス製コックピットに2名の操縦士か、操縦士1名と同乗者1名が座り、フレームが剥き出しの胴体に3枚ブレードの関節式シュローターであった。試作機は1958年10月2日に初飛行を行った。しかし、 1960年まで量産向けの機体の開発を行う決定は下されなかった。量産に先立って元々のトラス構造のテールブームはチューブ型、テールブームに変更され、操縦室は再設計されて洗練されたものとなった。ヒューズ269は完全関節式半時計回りの3枚ブレードのシュローターと2枚ブレードのテールローターを持ち、 この特徴はすべての派生型で共通に残された。膠着装置は衝撃吸収式のスキッド式であった。操縦装置は直接に角打面につながっており、269型は油圧機構を持っていなかった。通常は複式操縦装置を備えていたが民間型の269アンペア型ではこれはオプションであった。三座型の場合は、 中央のコレクティブピッチレバーを取り外し、そこに3人目の同乗者用のシートクッションを敷いた。中期する TH-55AO 制治1958年本格的な生産に先立って、ヒューズ社は5機の全量産型のモデル269を老朽化した O-13 スート、O-23 例分を代替する観測用ヘリコプターの評価用として、 米国陸軍に納入した。本機は、イホマイナスに封と命名されたが、最終的には、不採用となった。1959年4月2日に、モデル269は、連邦航空局の形式認証を取得し、ヒューズ社は民間型の生産に傾注した。いくらかの設計変更を加えた、モデル 269A の生産が1961年から、 始まった。1963年の半ばまでに決算約20機となり、1964年春まで314機が生産された。米国陸軍はモデル269を戦闘任務には適しないと判断したが、1964年に本機を TH-23 を代替する練習ヘリコプターとして採用し、 th-55a を政治と命名した。792機の th-55 が1969年までに納入され、1988年に uh-1 ヒューイと代替されるまで、陸軍の初等練習ヘリコプターとして現役に残り、6万名以上の陸軍操縦士が本機で訓練を受けた。th-55 は、 米国陸軍で最も長い期間収益した練習ヘリコプターとなった。ヒューズ社は、米国陸軍以外の他国の軍隊にも TH-55-269-300 を納入した。1964年に、ヒューズ社は多少大型化したモデル269バイトを導入し、ヒューズ300として販売した。同年、 ヒューズ269は101時間の対空時間記録を樹立した。記録樹立にあたり2名の操縦士が操縦を交代し、地面公開機内でホバリングしながら給油を行った。不正行為防止用に降着装置のスキッドの下部に記録飛行を終了するまでのいかなる着陸をも記録できるように卵が貼り付けられた。シュワイザー3 0 0 c ヒューズ300に続き、 1969年3月6日に、初飛行し1970年5月に、FAA の形式認証を取得した改良型の、ヒューズ 300C が1969年に導入された。この新型機は、より高出力 190HP のライカミング比をマイナス 360D1A エンジンと大直径のシュローターを装備することにより、 ペイロードが45%も増加し全般的な性能向上を見せた。1983年にシュワイザー社がこの方のライセンス生産権をヒューズ社から取得し生産を開始した。1986年にシュワイザー社はこの機種に関するすべての権利をマクドネルダグラス社から取得した。シュワイザー社が FAA の形式認証を取得してから数年の間、この機種は、シュワ・ヒューズ300という名称で知られ、シュアイザー社は、基本設計を変えずに250カ所以上の紹介料を加えた。この機種が、農業、警察業務、その他の分野で人気を博したことにより、ヒューズ社は成功理に、民間ヘリコプター市場での大きな地位を占めることが、できた。 ヒューズ社とシュワイザー社や他国でライセンス生産された民間軍用練習機のモデル269、300は3000機近くにも上り、この50年間飛び続けている。シュワイザー社はモデル300の開発を続け、ターボシャフトエンジンと再設計した胴体を取り付けたものがモデル332、そしてさらに高出力のターボシャフトエンジンを 搭載できるように動力系統を開発したものがモデル333の開発につながった。ありがとうございます。